まあいいんじゃないでしょうか。まあまあよくできてると思います。物入れのところですね。まあこんな感じでいって、ちょっと暗くなってくる。このぐらいかな。こうですね。今日の動画、私の車ですね。バモスホビオイージーライダー仕様、まあ素材あると思うのでこういう車ですね。これを車中泊仕様にしようじゃないかと、そうしようというね、まあそんな動画です。これが前半分で、足がこうなってると。でここに荷物を積みたいということで、こういう形になっているというところですね。こんな感じです。これからこのベッドの板、天板っていうんですかね、を切っていくんですけど、この車の形状に合わせてなんですけど、車の基準がなくて、どこがまっすぐなんだろうっていうことで、ね、水平がなくてないようなのと同じで、このどこに合わせればまっすぐなのっていうのがもう分かんないので、水糸をねこう張って、これが車の中心です。これ三脚の正しい使い方。これね、見えるかな、糸、水糸で向こう、車の中心と車の中心で今糸引いてあるので、これを基準にいきたいと思います。押したらね、ここに今板を2枚こう乗せてあって、見えるかな、糸がこう張ってあるわけですよ。でこの糸からこの材料の出っ張りをね、ここ測るわけですよ。糸から今これ98で、こっちも98、次の板も98で、次もこっちの端ね98になってるので、これでまあほぼほぼね、まっすぐ置けてるよっていう状態ですよ。これで、で向こうのデコボコをこの状態で毛がえていくと、よく見るどこにでもあるやつで、これをね、一番深いところ毛が線が手前側になっちゃうと、こっちが短くなって合わせる時にベッドがちっちゃくなっちゃうんで、一番深いところここだね。ここ物入れになってるんで、ここはねまた逆にこう切り替えて物入れ使えるようにしたいんで、ここだな、これが一番深いとこだな。何でもいいや、ガムテープじゃなくてマスキングテープがいいな。でこれで書いていくだけです。そしたらちょっと今ねここで練習で書いちゃいましたけど、ここね、こう当てて順番に書いていくだけですね。こうね、ここがこの辺だな、これだよ、ぎゅーっと来て、ここで、この端がどこだ、この辺かな、でここの時ぎゅーっとね、でこう行って、でここはシートベルトをかわすかな、これを回せなきゃいけないから、こうね、こう来たらどうしようかな、どのくらい開けとこうか、少し開けといた方がいいか。スライドドアを開けようとするとこうなるから、これ以上出っ張らないから、こうでいいのかな。よっ、この辺はね、ここからいくつ開けとこうか、5センチぐらいでいいか、これちょうど50でいいな、50、こんな感じで毛がいてピント毛がいてみましたけど、これがねどうなるか切ってみないとちょっとわからないので、これは後ほど切ってみます。
ここにテーブルをつけるので、テーブルもねこの形に沿って毛がいていきたいと思います。あ、靴下が映ってる。今日の靴下はお茶。痛い、余計なことしたから頭打った。シートベルトこうかわして、あのさ、カマキリくんが急に落ちてきたんですけどね、今ね。何してんのあなた、こんなとこで。そこにいる？いる？ずっと。まあいいんじゃないでしょうか。まあまあよくできてると思います。物入れのところですね。まあこんな感じでいって、ちょっと暗くなってくる。このぐらいかな。こうですね。こうで、ここ開け閉めできるように開いてると、こんなところですね。こっちも運転席を一応こうね、倒した時にギリギリかわせるようにこんな感じになってます。で、ここで分割感じですね。で、あとこの後ろか、ちょっと待ってね、一回閉めよう。あぶれ、ハッチを閉めるとこんな具合ですね。まあいいんじゃないでしょうかね、本当。まあまあです。で、あとテーブルだ。テーブルはここ、こんな感じですね。シートベルトのところと、あとはこのここに合わせてね、
あ、ピント立てからこう切ったんだけど、ここね、ここはちょっと開いちゃってますね。少しじゃないな、だいぶ。これね、原因は分かってるんですよ。どこ行った？これのこの幅の分、こう書いてくるときにこの幅の分ずれるんですよね。でこの隙間ができちゃうんですね、これね。だからここもっとね、尖らせた方がいいです。これは今回はね、ちょっと値段重視、修正材のテーブル用のね板使いたかったんですけど、ちょっと高いんで、こういうの安いの売ってたので、これを3枚合わせて、で合わせてるのはただこうやってるだけです。ボンドも何もつけてないです。テーブルの板、余ったやつをにビスでただ打ち付けてあるだけです。はい。でこれからまだテーブルはね、三脚なんで、これを足をつけたり、こっちのねテーブルを土台に固定したりやります。
はい、ということで第一形態までどうにかこう出来上がったところなので見ていただこうかなと。これが普段の本当にリアルな、通常こういう状態で走ってます、キャンプ関係なく。でこれが車中泊仕様になる時にどうなるのかっていうのを今からやってみます。はい、今日も最後までありがとうございました。今日の動画の前編の動画からね、だいぶ時間が経ってしまっちゃってるんですけれども、実は Mac を新しくして今日、まあいろいろね戸惑うことが多くて少し時間が経っちゃいましたけれども、次回からはスムーズにいけるかななんて思ったり思ってなかったり。